8月の28日、ここ一月ぶりの美容と作業活動で、朝早いうちしっかりに、草刈りって始めてます。僕の独断でいっぱいオーラが見えないくらいでした。田んぼの稲穂出そろってきました。この芽も、一旦花を落としてますが元気です。今日は阿部の草取りをします。これから、長らく、枯れ草にしていた野原の、枯れ草の整理をします。結構枯れてるでしょずっと剪定したやつ今年はね、夏の花早かった。もうこんな、去年やったらまだね、エゾミサギ咲いてたし、アサザが黄色い花だ相当出してたし、ね。明日ももう、今日坂口さんに手入れしてもらう。柿豊作です。坂口さん、今日もうこの、チャンバスどうしたらええんかな。え？あの頃。これ入っていいよ、それ。これ、あれ入ってるの？どれ？これ。ほかす。ほかす。横からジャブジャブ入ってる。そう。